一日遅れになっちまったが、久しぶりだな二人とも。昨日は助かった。にしてもこっちはあの後手厳しく問い詰められて大変だったぜ。いつの間にかとんずらしてたお前らは知らないだろうがな。逃げ足とサボりには自信があります。威張るところじゃないから、うん、まあいい。知っての通りここが俺の事務所だ。でこいつが、アニエス・クローデルです。今は2週間に1回くらいしか顔を出せていませんが、アークライド解決事務所の一員としてバンさんの助手をしています。ほほう、昨日のアラミスの制服もあれはあれでクーだったけど、今日の私服はまた一段とキュートですな。目立ちすぎず、それなりに動きやすく、それでいて個性も感じさせる格好、解決事務所の助手にふさわしいかもな。ありがとうございます。ちなみにバンさんはどう思われますか？そうだな、前の服装よりもより 4SPG 向きっつうか、あー、何にせよ似合ってるじゃねえか。ありがとうございます。たまにはコーヒーもいいものですな。それはいいが、少しミルクを入れすぎじゃないか。バンさんも角砂糖4個は入れすぎのような。ま、細かいことは気にすんな。とりあえず改めて助手相手に自己紹介してもらうとすっかね。俺はスウィン・アーベルだ。ナーディア・レインだよ。以後よろしく頼む。こちらこそよろしくお願いします。
あら、お取り込み中だったかしら。こんにちは、アークライド解決事務所の皆さん。そちらはもっと賑やかだと思っていたけれど、二人だけかしら。それでもお客さんくらいいてもおかしくはないかと思ってね。まあいいわ。そんなあなたたちに 4SPG があってね、今はそれどころじゃないのも重々承知だけど、話だけでも聞いてもらえないかしら。今回は少々特別でね、うちとマルドゥック社の合同依頼になるわ。本来は MK 側の問題なんだけど、こちらとしても無視できない状況になってね。まあ、私はあくまで顔つなぎのようなものよ。詳細は向こうのスタッフに聞いてちょうだい。では、悪いけどお願いするわ。解決屋の兄さん、リゼットやのうてがっかりしたか？というか、うちのこと覚えとるか？へえ、兄さんが噂の裏解決屋さんか。あいにくリゼットは不在でな、3週間うちが世話させてもらうで。カシム主任のしごきはえげつないやろうけど、骨は拾ってるさかい。安住決まりや。皆まで言わんでええで。初対面の子もおるみたいやし、改めて自己紹介させてもらうわ。リゼットの同僚のマルドゥック社サービスコンシェルジュ、ミラベル・アールトンや。よろしゅうな。まあまあ、そう警戒せんと。むしろこれはザイファの民生化とともに一般市民にまで客層を広げた事業でな。その名もメルヘンガルテン。まあそりゃそうやろ。何せザイファと動力ネットを利用した世界初の仮想空間サービスやさかいな。確か我が社の仮想戦闘シミュレーターはテスト済みやったな。ああ、その再現度の高さは兄さんたちも体験した通りや。で、メルヘンガルテンはそれをさらにアップデートさせたもんになる。動力ネットからデータを読み込むことで、より大規模な領域が生成できるようになった上、
遠く離れたユーザー同士でも同じ仮想空間に接続できるようになったことがもう一つの利点やな。つまりいつでもどこでも誰とでも行ける、それがメルヘンガルデンの世界っちゅうわけや。
日の今日なのに忙しいったりあれしない。あの赤黒い風が一体何に関わってるって？ま、裏から断片的にだけどね。ふーん、これがメルヒンガルテンってやつね。確かに普通じゃない気配がするわ。やれやれ、勘違いされても困るから改めてちゃんと言っておくけど、私は由緒正しきなのよ。気安く頼っていい存在じゃないんだから。まあ確かに私はそんじょそこらのフォローとは違うけど、
容赦はしない。戦闘の感覚もまるで本物みたいだな。はい、さすがは MK 社というか、それだけに気をつけた方が良さそうです。痛みにもリミッターがかけられているはずだが、何せ正常じゃないらしいからな。これ以上に MK を訴えちゃうんだから、一気に決めましょう。あれはゲートです。思っていたより強いです。お前らの手を借りて正解だったからな。変わっている暇はないな。それを見越していたなーちゃんたちでした。完全にただの人間が最後まで付き合わせて。ゲートの終了、データを処理するわ。アーツ体制あり、物理攻撃しよう。こんなもんだ。良さそうな宝箱です。容赦はしない。かかってきな。負けません。それやっ遅い。どうしよう。今です。お願いスーちゃん。今です。こちらの番だ。スイ決めろ。スイおまけだ。ざっとこんなもんだ。はい、バッチリでした。やったか。
悪くない宝箱だな。ここは無理攻撃を進めよう。慎重にね。近づけたか。どんどん成長しちゃうよ。ここは無理攻撃を進めよう。よーしない。はっはっせーきついよ。失敗しちゃいなさい。これでも食らう。崩れた。せい遅い。行けナーディア。遅い。よろしく。それそれ付き合うな。続いてください。ここだよ。ざっとこんなもんだ。スイちゃんやったね。スイスイスイ、ほら。相手が悪かったな。じゃあみんなで待ってて。これで一安心ですね。さすがはバンさんですね。ここは物理攻撃を進めよう。敵がたくさん、面倒そう。別にいいよ。あーちゃんが言ったことは大体当たってるし。その理由は簡単だ。
なぜなら俺たちの戦闘スキルは見せびらかすためのものでも屈服させるためのものでもない。相手を殺すための技術だからな。殺すための技術？ああ、俺たちはもともとガーデンに所属する殺し屋だ。それってあーちゃんにも何人か心当たりあると思うけど、スーちゃんとなーちゃんはそんな自分たちのことが嫌になって数年前に組織から抜け出したんだよね。前に国防外でジンさんがおっしゃっていた庭園の脱走者、もしかしてそれがスウィン君とナーディアちゃんたちのこと。でもいいんですか、ほとんど初対面の私にこんなことを話して。いいんだよ、もともとそのつもりだったし。ナーディアちゃん、ガーデン、正式名称はフォーガーデン。ソード、ソーン、アウルム、ラストという4つの円から構成された暗殺組織だ。そして円にはそれぞれを統括する管理人が存在する。ソードのエンペラー、ソーンのメルキオル、アウルムのオランピア、そしてラストのアリオッチ、この4人がガーデンの管理人だね。エンペラーは昔なーちゃんたちがやっつけたけど、残りの3人はアークライド解決事務所が決着をつけてくれたんだよね。ああ、最悪としか言い表せない連中。本当なら元メンバーである俺たちが決着をつけるべきだったかもしれない。だからその一つ礼を言いたかったんだ。ありがとう、バン、アニエス。お前ら、この場にいない人にも伝えてくれると嬉しいかな。スウィン君、ナーディアちゃん。はい、必ず伝えます。ともあれ、これで庭園は4人の管理人を全て失ったってことになる。もう何かしでかすこともねえだろ。ああ、庭園という組織は実質崩壊したと言ってもいいだろう。これで俺たちの心残りも一つ消えたな。ゴロゴロのんびりライフに一歩近づいたね。あとは探し物の方だが、とりあえずはこの仮想空間を。ナディア、捕捉したよ。と言っても隠れるつもりはないみたいだけど。そう警戒しなくてもいいだろう。一応昨日の借りもある。この声は。ルネかよ、相変わらず性格の悪い登場の仕方だな。だから名前で呼ぶなと何度。それはともかく、昨日のことについて礼を言いたかったのは本当だ。ついでにいろいろと聞かせてもらいたいというのも本音だがな。残念ながら CID の分析官殿に話せるようなことはないけどな。絶対腹黒いことをいっぱい考えてそうだよね、そのメガネが証拠。それはさすがに偏見なのでは。あながち間違ってなさそうだがな。バンさんまで。別に難しい質問をするつもりはない。そうだな、例えば君たちは本当に二人なのかとかね。ああ、今は本当に二人だ。これで満足か。元仮面さんが今どこにいるかはなあちゃんたちも知らないからね。いくら探っても無駄だよ。それは残念だ。元仮面さんって一体キンケイドさんというより、 CID がかなり警戒している人物みたいですけど。ね、そんなことを聞くためにわざわざこんな仮想空間まで来たのか。あくまでことのついでだ。忘れたのか、バン、これは CID からの依頼でもある。見聞を兼ねて一応手も貸す。つまりはそういうことだ。そいつは頼もしい子って。そういえばここって動力ネットを介して接続した空間だったよね。
メガネさんはどこから来たんだろう。少なくともあの事務所からってことはなさそうだな。ああ、実際に今私がいるのはイック・バンタユ地区だ。たとえイーディスの外からでも同じことだろうかな。便利なもんだぜ。無駄話はほどほどにして先に進むぞ。時間は無限じゃない。それはそうですけど、二人は大丈夫なんでしょうか。人員が一人増えたことだし、テキパキ片付けるか。なんならなーちゃんが応援係をやろう。いや、それサボりたいだけだろ。キンケイドさんが同行することを完全に割り切っているみたいですね。さて、訳ありの二人も含めたっぷり働いてもらおうか。このメガネさん、やっぱり腹黒だ。せめて報酬くらい欲しいもんだ。うん、賑やかになりましたね。